どうも斉藤紳士でございます。さあ、今日からですね、芥川賞受賞作紹介シリーズ門外観3作シリーズとしまして、3回連続でやりたいと思うんですけれども、門外観3作って何と、門外観、いわゆるですね、専門の人じゃない小説家ではない人たちが書いた小説で、芥川賞受賞作した作品ということですね。簡単に言ったら、又吉君ね、なんかもそうですよね、門外観ですよね。今でこそ作家という肩書きがあるでしょうけれども、もともとはお笑い芸人だった人が小説を書きました。そしてその作品で芥川賞を取りましたということでございますよね。のようにですね、小説家ではない肩書きを持った人たちが書いた芥川賞受賞作ということでございます。そんなに数は実はないんですけれども、その中で3作紹介したいと思います。そしてこれはですね、チャンネル登録者数4000人突破記念としてやらせていただきたいと思いますけれども、すでにだいぶ前にしてるじゃないかということなんですけど、怠け者、精神的なデブだった僕はですね、伸ばし伸ばしでここまで来たということでございます。これからはそういうのを一切やめたいと思いますのでね、で紹介する、今日紹介するのはまず第1作目でございます。佐川くんからの手紙でございます。唐十郎さんの作品でございますね。タイトルがね、何でしょう、可愛い感じがしますよね。佐川くんからの手紙みたいなね、佐川くんからお手紙ついたみたいなことです。佐川くんから読まずに食べたみたいなお話なのかなと。手紙食べただけだったら可愛いお話なんですけどね、佐川くんが食べたのは人間でございました。どういった話なの、ちょっと怖いんじゃないの、だいぶ怖い話でございます。そしてですね、この唐十郎さんという方、知ってる方は知ってると思いますけれども、そうですね、若い方はちょっと知らないかなということなんですけども、奥様が李麗仙さんでございますね。まだわからないですよね。息子さんはですね、まーちゃんごめんというね、名ギャグを持っています大鶴義丹さんでございます。実は大鶴義丹さんもね、役者さんなんですけども、小説家という肩書きも実はあって、スバル文学賞を受賞されてるんですよね。まーちゃんごめんなんてね言ってるだけの人かなと思ったら、そうじゃないんですよ。まーちゃんって誰ってことなんですけど、ちなみにこれマルシアさんですけどもね、それはどうでもいいんですけども。唐十郎さんという方はですね、小説家ではございません。じゃあ誰、劇作家、そして劇団を主催している、役者さんでもあります。この唐十郎さんの作品でございます。まずこの作品を語る前にですね、実際に起きたある事件のお話をしないといけません。これはですね、1981年6月の中旬、パリ近郊ブローニュの森の池のほとりで、バラバラ死体の一部が見つかったという事件がございました。ほどなくですね、犯人は逮捕されます。それはですね、日本人留学生なんですね。この日本人留学生が、事件の容疑者として逮捕されます。パリ第三大学大学院に学ぶ佐川一世という男でございました。これ今喋ってるのは実際の話ですよ、本当にあった事件でございます。当時32歳の男でございました。同じ大学に学ぶですね、オランダ人女性のルネ・ハルテベルト25歳をですね、自分のアパートに、自宅の、ね、アパートに招いて銃で殺害した後、死刊、そして遺体を食べたというお話でございます。ちょっとにわかに信じられないお話ですけれども、当時ワイドショーを賑わせました、本当にあった事件でございます。ちょっとね、ここショッキングな事件なんで、できるだけマイルドにこうまろやかに言おうとは思うんですけれども、ちょっとね、そういうの嫌だわという方は今日は視聴しなくて大丈夫です。そういったような事件がございました。オランダ人女性を、殺害して食べた、フライパンなどで炒めて食べたんだそうです。この佐川という男はですね、カニバリズム、食人主義という呼ばれる、人を食べる主義、絶対あってはいけない主義ですけどもね、そんな主義は、殺してでも食べたいという欲望そのものを持った人間で、人間と言っていいのかどうかというぐらいの人間なんですけれども、この佐川氏からですね、唐十郎さんの方に手紙が来ます。これも本当の話です。つまりですね、この小説の導入部分、だいぶ本当の話です。そして、主人公は、唐十郎さん、その人です。
主人公は唐十郎さん、そして佐川さんから手紙をもらったというのも本当のお話でございます。で、佐川という男が事件を起こしたのも本当のお話でございます。はい、ちなみにこの佐川一世という男、まあ後でも説明しますけれども、フランスの方ではですね、結局、まあ心神喪失状態だったということで無罪放免でございます。はい、信じられないですけどもね、それだけのことをして無罪放免で、まあもちろん被害者の女性の両親なんかは訴えたらしいですけれども、ふざけるなと言ったらしいですけれども、まあそれはもう却下されてですね、日本に帰ってきて日本でも不起訴処分ということで、この佐川という男はですね、のうのうと生き続けましてですね、まあ小説を書いたりとか、いろんな出版物を出したりとかして、最近ですよね、亡くなったの、その時にちょっと話題にもなったりしましたけども、まあこういう何て言うんでしょうかね、人間とは思えないようなやつがですね、のうのうと生きてるという何とも不思議なこともあるんですけれども、さあそれでは話の方に、ちょっと前置きがごめんなさい長くなってしまいましたけども、早速話の中に入りたいと思います。おじからもらった机の中にあなたの手紙が入っていますという一文から始まります。はい、これはおそらく、まあ、カラさんがですね、佐川に宛てた手紙だろうということがすぐわかります。そうなんです、これね、佐川に宛てた手紙、書簡体の部分と字の文というのがですね、交互に出てきます。はい、佐川君、三手刑務所の冬は厳しいでしょうかというわけですね。佐川が、まあ、三手刑務所にいるときに、往復書簡をしていたというようなことなんですよね。まず憧れについて語ります。憧れって何か、はい、佐川は自身の小さな体育にコンプレックスを抱いていた。ちっちゃい男なんですね。身長150センチ台だったという話がございます。はい、非常にちっちゃい男だった。そして白人の大きな女性に歪んだ憧れを抱いていたということが分かります。彼女をですね、何度も食事に招き、背後からその大きな背中にナイフを突き立てようとするジェスチャーをしたりですね、銃口を向ける練習なんかをしていた。そうなんです、友人関係ですから、この亡くなった被害者のルネさんを何度も自宅に招いては食事を振る舞っていたんですね。で、その都度背中をちょっとね、こちらっと見てですね、という、まあ、練習をしていたというか、そういうようなことをしていたようです。で、いつか必ず実現しようと決心していましたし、その実現をほとんど確信していましたと佐川からの手紙に書いております。ここで見逃せないのがですね、この衝動に至った心の流れの後にあるですね、もう一晩でも食事をしていれば決してやっていなかったでしょうというですね、佐川の追記があるんですね。どういうことなんだとね、あなた佐川の作った日本料理をつまむとき、箸の持ち方が甚だ拙いとかね、醤油の使い方がまるで見当違いのごく日常的な、女の取るに足らないしくじるよみたいならば、憧れの頂点にいる女は単なるあなたの隣人にしか映らなかったものを、あなたは大きな背中からばかり忍び寄ったために、点々点、意味わかりますかね。人間って不思議なもので、憧れである、本当にもう象徴なようなものとして捉えている時にはあまり感じなかった感情というものが、ちょっとした箸の使い方の拙い感じを見たとかね、ところで一気に親近感が湧いて情が移ってみたいなことがありますよね。まあちょっと違いますけども、まあ、簡単な例えで言うと大谷翔平のようなもう雲の上のスーパースターがですよ、ちょっとつまずいてこけたりするような仕草を見ると、ああ同じ人間なんだ、なんか親近感湧くみたいな感じで一気に距離が縮まるような、勝手にね、する部分ってあると思います。もしあなたがあの時ルネね、被害者の女性に対してですよ、後ろから行くというようなことをせず前から見ていたならば、その拙い箸の持ち方とか醤油を使う時にちょっとねおっちょこちょいなところとかあったりとかして、ああもうそこできてないとかって思って、ふっと人間的なね情が湧いてしまったらば、決してあんなひどいこと、むごいことをしていなかっただろうというふうに思うわけですよね。ある程度相手の人格化がですね、自分の心の中に出来上がってしまうと、そのようなことはできないと思っておりましたと、やはり佐川自身もそう書いてるんですね。で、そして犯行後の心境というのはどういうものかというと、西洋人の女性を征服したというよりも、一人の友達を亡くしてしまったというイメージの方が強かったというんですね。2つの夜の演習と1つの決着があり、死体を前に失った友人への口中で締めくくられる犯行は、ここではサンドイッチになっております。
しかも肉を挟むパンの言葉の方が多すぎます。なんか何をうまいこと言っとんねんというところもあるんですけれどもね。で、まあ、これを映画にするチャンスがあったらそんな折には自作自演をしたいというわけですね。でこの衝動はですね、映画的というより演劇的です。まあこれね、まあ、この事件を映画化したいみたいなことを、まあ、カラーさんが言っていたというのを知り、佐川はまあ手紙を出すわけなんですけれども、まあ、佐川自身このこともこのことを映画化したいというところで、まあ、自分をちょっとそのなんて言うんでしょう、劇的なものに見せたい、まあ、要はよく見せたいわけですよね。かっこいいことにしたいぐらいの気持ちがあると。で、まあ、これは一番最後に言いますけども、僕はこの小説自体がすごくはちゃめちゃでふざけていてという態度をカラさんが取ったのは、この佐賀に対する、まあ、仕返しのようなものなのかなというふうに、まあ、読んでて思ったんですけれども、まあ、ちょっと話を戻したいと思います。はい。そしてですね、カラさんから佐賀への手紙はですね、余震判事、ブリュギエール氏へは、あなたに会いたい旨の手紙を書きましたと。もちろん古い馴染みの友と称してと結ばれています。はい。まあ、刑務所からね、手紙をやり取りをしているわけですから、やはりこうもちろんこうチェックなんかもねされてます。で、普通に会いに行くのにもですね、なかなか大変なんで、まあ、その余震判事の人にですね、まあ、私は古い友人ですからと言って何とか会うようにちょっと取り付けをしてますよというようなことを書きます。はい。で、佐川君から手紙が来たのはですね、Y 君が新聞を送ったためであった。 Y 君誰、急に出てくるんです。 Y 君、まあ、Y 君という人が仲介したわけですよね。で、 Y 君が佐川に映画化をしようとしている人がいるよ、この記事に書いてあるよと言って新聞を送るんですよ。で、それを見て、そんな人がいるのか、ちょっとあのカラさんに手紙を書きたいと言って、最初に始まるわけですよね、手紙のやり取りが。で、その、Y 君という人が結局経由して、カラさんに手紙を送ってきたということなんですよね。で、それまで私は Y 君をもちろん知らない、誰 Y 君ということなんですけども、佐川の手紙に添えられたですね、 Y 君のレターには初めましてとありですね、 SWIFT、これちょっと書いてないんですけど、まあ、ジョナサン・スウィフトのことかなと、テイラー・スウィフトのことじゃないのは間違いないんですけれども、これガリバ旅行記の、ね、作者でございまして、を少しかじった映画評論家であることが述べられてあった Y 君というのはですね、はい、で、人食いと呼ばれた、あの事件を映画化にするにあたりですね、私、カラさんはですね、祖母のことを出したいと思っていたと。うん、どういうこと、全然話がわからないですよね。佐川君のあの事件と私の祖母、何が関係あるのかと。祖母はですね、中期、これ脳卒中のことなんだそうですけれども、で倒れたんですよね。で、その倒れた姿がですね、長崎六神丸の話を思い起こさせた。長崎六神丸って何、さっきから知らないワードを先に出すっていうことが非常に多い、この唐さんは読みにくいです長崎六神丸って何っていうんですけど、これはですね、かつて存在した居酒屋の名前です。この居酒屋ではですね、死体と差しでお酒を飲ませるというサービスが行われていたらしいです。これ本当かどうかわからないですけれども、まあ当時の倫理観で言ったらないことはないかもしれない。死体を見ながら酒を飲む。そこで本物の死体に混じっておばあちゃんが死んだふりをしていたというね、なぜかそういう役をしていたんではないかと、ね。で、その中に混じっていたのがそのおばあちゃんだと、うちのおばあちゃんだという真偽のわからない言い伝えがあったんだそうです。はい。そのことを思い出していたと。ね。で、これってちょっとなんかお話に使えそうだなと思ったと。だから、パリで起こった、ね、佐賀の事件とこのおばあちゃんから聞いていたお話、なんかこれうまいことこう結びつけへんかなと思っていた。ね。で、映画化のね話をするときにいつもこう聞かれるわけですよ、インタビューとかでね。カラさんどうですか、どういうふうな内容、もちろん決まってますよね、内容とかと。そうですね、あの祖母の話を書こうと思ってます。祖母、あのフランス人の、あのフランスであったあの事件のことをやるんですよね。ですから祖母のってちょっと煙に巻いてたんですよ、その祖母って言ってごまかしていた部分があったんですね。
でも、まあ、カラさん自身はその祖母が本当に そこで働いているのをこう妄想してですね、ちょっと楽しんでいたんですが、本当に死体の中でガーってどんな心境でやっていたんだろうとか、なんかいろいろそういうのを考えながらね、妄想をしているのが楽しいということもあったんですよね。で、カラさんはですね、手紙でドイツ表現派の詩集を彼女に読んでもらったそうですけれども、誰の何という詩なのか、彼女の肉をどのようにして食べたのか、美味しかったのか、報道ではルネ殺害後電動肉切り機で解体し、その肉片を皿に並べて30枚余りのカラー写真を撮ったとかですね、すき焼き風にして食べたとか見ましたけれども、どこまでが佐川くんの自己激化の記録なのかという質問をします。はい、とてもむごいことを聞くんですけれども、要はこの中でどれだけのことが本当のことですか、どれだけのことがあなたが自己激化した、ちょっとナルシストですよね、で作ったお話ですかというようなことを聞きます。あの手紙で聞きます。はい、でもう返事は来ないかなと思いながらそれを書いておりました。はい、佐川君からの返事はなかなか来なかったんですが、Y 君からの手紙によればですね、カラさんからの手紙を読んで、その返答として今一つの小説を仕上げておりますと、書いておりますというようなことを、まあ、Y 君経由で聞くわけですね。そのタイトルは霧の中というタイトルでございます。はい、僕は小説を書いてるんだよ、のんきなことを随分言ってると僕は思うんですけどもね、それだけの事件を起こしていたくせにというふうに思うんですけれども、まあ小説を書いてるんだよって言うんですね。で、カラーさんはですね、再び佐川に手紙を書きます。そして肉の味についてしつこく聞きます。もうここも非常にちょっと僕はなんなんて思うんですけども、あなた今その味を覚えていないのでは、口に入れた時も味覚などには何の関心もなかったのでは、つまりこの行為には感応がなく批評だけがあったのではないか、あなたの食べた肉には味はなかったと独断的に言わせてくださいと書いたりするんですよね。ちょっとこう悪趣味だなというふうに僕は思うんです。これ意図するところがよくわからないんですけれども。で2週間後佐川から答えが来ます。はい、逮捕までの細かい経緯は別荘の霧の中、つまり小説の中に書いたんですけれども、ドイツ表現派の詩についてはジョナサンという作家のアーベンだと書かれていました。はい、ところがドイツ文学をやっている友人に聞いたところによりますと、ジョナサンというのは英語上の読みでドイツならヨナタンというが、そんなやつは知らんと言われます。そんなやつはいませんよと言われます。はい、さらにアーベンなどというドイツ語もないと言われるわけです。佐川は嘘をついているのかという話なんですね。カラさんはですね、Y 君とすでにもう対面を実はしておりました。最初はね、手紙だけでのやり取りをしていたんですけども、実際に会います。はい、そしてそこでですね、話をしていると、どこか眉唾者だと思いませんかっていうふうに言うんですね。ジョナサンのアーベンがか、いや佐川君からの手紙そのものですって Y 君に言われるんですね。ジョナサンはスイフトのことじゃないかって、カラさんは言うんですね。これはガリバー旅行記のそうですね、のジョナサン・スイフトのことですよね。何ですって、スイフトの頭の名はジョナサンだからね、あなたの誤読は再現ないですね、じゃあお先にパリへと怒って Y 君は出ていきます。なぜ起こるのかよくわからないんですけれども、このカラさんの誤読というのが、まあ、ちょっとキーワードなのかなとも思うんですけれども、で、まあ、Y 君は先にパリに立ちます。そしてですね、カラさんは待っていますね。で、Y 君からですね、まだ佐川に会えていないんだよというハガキが来ます。はい、でこれを受け取った次の日、カラさんはパリへ出発します。はい、そしてまた手紙を出します。カリグラムという本屋に行って一冊の本を手にしたと。ああ、これをあなたもこのようにしてここで手に取られたのか、それならばここから舞踏会の手帳が始まったと言ってもいいでしょう。ルネと共に行ったカニバリズムの舞踏会です。ちょっとね、はっきり言いますけど、こっからわけわからないです。ここまでも実を言うとあんまりよくわからないんですけれども、というのはカラさんの目的ですよね、があんまりよく見えないなというふうに思うのと、ここからですね、正直すごくこう現実と空想の世界を行き来するような、
世界に入ります。なので正直僕は読んでいて眠たかったですここはあんま面白くなかったな、正直に言うと。僕はですね、あくまで、はい。まあ、じゃあちょっと一応話はするんですけれども、ジョナサンっていうのはヨハネス、タイトルはアーベン、ね、さっき言いましたけどアーベントでございます。アーベントというドイツ語ならございますよというふうに言われるんですね。そしてルネのアパルトマン、これアパートのことですけども、アパートの隣のホテルに、カラさんは 何番か泊まります、はい。で、ホテルで柴田という人に出会います。で、この柴田という人はですね、ある作家夫婦のお相手兼マネージャーとか、何のお相手かは書いてない、もうよくわからない。はい。カラさんの芝居を見たことあるんです私は、と柴田が言うわけですよ。知らない土地であった知らない日本人だけれども、カラさんのことを知っているわけですよ。有名人ですから、カラさんは、ああそうなの、僕の芝居を見に来たことがあるの、ありがとうということで、いろいろね、手助けをしてもらおうと思うわけですよね。で、柴田さんはですね、31歳マルポチャのボーイッシュな髪型をした日本人女性でございます。はい。ここでですね、ちょっと変な話なんですけども、柴田さんはよくですね、大阪屋という名前のラーメン屋さんに行っていたんだよというんですね。東洋語学校の早方先生という人が佐川を教えていたんだそうなんですけれども、この東洋語学校の先生が教えていた佐川ともう一人の女性がいると、ね、この女性が昼はこの大阪屋でレジのアルバイトをしてですね、夜はモデルをしていたというんですね。その人物の名は K. オハラと言います。はい、K. オハラ。僕がパッとね、思い浮かべたのは桑畑オハラ。桑畑オハラの話なのかな、ここに来てと、やっぱ思っちゃいます、どうしてもね。桑畑オハラ、K. オハラといえば桑畑オハラ。ね、バイトしていたラーメン屋の名前が大阪屋。ここでね、あ、長野さんのギャグ。桑畑小原がおったらそこは大阪屋っていうねギャグがあるんですけども、それはここから来ていたんだろうというふうにね、意外に博学だったんだな長野さんというふうに思いました。桑畑小原がおったらそこはもう大阪屋ということね、これもウィキペディアに書いておいてほしいです、多分違うんですけども、ね、というぐらいあまりにもね、大阪屋と桑畑小原、僕はにっこりしてしまいましたけどね、関係ないんですよこれ。K. オハラも後に分かります。何オハラなのか。まあ話は続けましょう。で、このオハラという人とね、佐川に何か関係があったのではないか。少なくともあっちこっちで借金していた K. オハラさん。そういう人なんです、K. オハラさんはね。が、高級住宅地にアパートを借りていた佐川と仲良くしようと近寄っていることは考えられると、柴田さんが言うわけですね。で、佐川と会う取り付けをしてもらうべくですね、カラさんは、弁護士事務所の方に、ね、連絡を取るんですけども、もうごめんなさい、バカンス真っ最中なんでって言われるんですよそんなバカなと、事務の機能は停止してますよと、ちょっと待ってくれと、ね、そう弁護士に言って、ね、しないともう会えないじゃないかと佐川にというような、だから会えませんというような旨をですね手紙に書きます。でカラさんは、アーベンね、その刺繍のね、役に取り掛かるんですけれども、まあ誤訳してばっかりね、最初に言ったと思いますけど、カラさんは誤訳ばっかりするんです。誤訳してばっかりいて、ルネの部屋の前の像のことをね、なんか銅像があるんですけど、そのことを考えたり、ここ非常に観念的なシーンが行き当たりばったり的にどん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 進んでいって、正直最後まで読みましたけれども、ここの内容に関しては意味が分かりません。でこれがあたかも安倍工房の壁のドタバタであったりだとか、密会のドタバタであったりっていうのに非常に近しいんですけど、僕は安倍工房ファンとして言わせてもらいますけども、その領域に行ってなかったんでめっちゃしんどかったです。プラスじゃあなぜこういう無双的な、こうなんて言うんでしょう、幻想的な、世界を描くのであれば、一番最初にというか、この大きなテーマに実際にあった佐川という男の事件、それから手紙をもらったということ、カラさん自身は本人ということを考えたときに、このシーン、この書きたかったであろう下りとの、そのあまりにも乖離してるっていうのが僕はもうわけわからないと思ったんですけど、まあカラさん自身が役者なんでこれを演じたかっただけなのではないかと思ったんですよ。自分で書いた小説の中で結局カラさんは演じてるだけなんですよね。なんかそこで、まあ、腑に落ちたんですけど、もう正直ここはもうさっぱりわけが分かりませんでした。はい。で、K. オハラと対面します。カラさんは。はい。で、ヌードデッサンだと思いですね、もう
K オハラは会うなりいきなり服を脱ごうとするんですよね。ちょっと待ってくれと、そういうことじゃないと。でそれからオハラの気まぐれな言動、無駄に長い夢のお話、もはや装置としても機能していない佐川君への無意味な呼びかけが続きますもはや儀礼的にもう佐川君関係なくなってるやん、なのにあって思い出したように佐川君君はって急に呼びかけたりするんですよね。よくわからないです、はい、このパリ滞在7日間の虚構と現実の間のような意味薄弱な箇所に僕は何もちょっと読み取れませんでした、すいません、はい、皆さん自分の目で確かめてください、はい、ただ佐川君が自分のしたことを自己激化するのを邪魔しているね、最初に言いましたけども、おそらくそうなのだろうと私は思いました、はい。私たちの話は奇妙だ。佐川君の妄想の中に入り込み、その妄想の餌食となった小原の体を立て起こし、しかもそれに何事かの意味をつけている。にもかかわらず私は宿題となっていたあの一件を持ち出した。まあ、ほんで結局何聞くんかなと思ったらまた肉の話聞くんですよ。ちょっとよくわかんないな。本当に肉の味がどんなのだったのかをカラさんは知りたかったんですかね。でまあですね、結局帰るんですそのままね。で10時の飛行機に合わせるためにですね荷造りを始めます。ドアの前の朝食のですねお盆を取り上げるとサンテ刑務所から届いた手紙が添えてあります。はい、今回会えなかったのは至極残念だとそこには書いておりました。そして K 小原のことは知らないと書いていました。はい、皆目見当がつかないというふうに書いておりました。はい、かねてより Y 君から五毒の名人と聞いている大鶴さん、ここで本名が出てきます。そうです、大鶴ギターのお父さんですから、カラさんは大鶴さんなんです。大鶴さんね、が誰も座ってない椅子の前で一人おしゃべりしていた相手が K 小原ではないのか、大鶴さんに逆に聞きたい、 K 小原は何者なんですかっていうわけです。これ誰の妄想の中の話なのってもう僕はですね、それこそブローニュの森の中に迷い込んだかのように思ってしまいました。うまいのかどうなのかよくわかんないですけど今のでですね、で佐川君からの手紙はですね、さっき言った文章で終わります。開けっぱなしたですねドアの向こうからいるわけもないと言われた K 小原がさーっと来ます。そしてラストの一文になります。小原さんと私は声かける。前から聞こうと思ってたんですが K 小原の K は何て名ですか。聞くと言いながらドア口にはみ出たトランクを小原は足で押し戻した。聞くです、それは私の祖母の名であった。まあ、うまく決着がついたかのような一文ですけども、最後まで僕は狐につままれたような感じでした。正直これちょっともうちょっとうまく解釈理解できた人がいたらコメント欄に書いていただきたいなと思います。ちょっと僕分からなかったです。はい、で後半はもうあまりにも意味のない文章が続いて、退屈でございました。はい、パリ人肉事件というのをモチーフにしているわけでも結局ないですよね。で最初のきっかけもしくは設定の面白さのためだけの道具のように使われていたように思いました。芥川の選考会でもですね、芥川賞の選考会でも意見は真っ二つだったそうです。はい、3対4でなんとか1票差で勝ったみたいなことですよね。わずかに肯定派が勝利したということなんですけども、だいたい佐川っていう男はですね、まあこんなことに題材にしていいのかというぐらいの極悪人だと僕は思うんですよね。だから装置としてもまあまああんまり使わない方がいいとは思うんですけれども、それに対してもその思いますし、その肉は美味しかったかいとかっていうカラさんの問いかけ、それも果たして文学としてどうなんだろう、文学こういうテーマが文学なのかなってちょっと疑問に思いました。ちょっと軽く選評でね、皆さんがどう言ってるか、選考委員が中村光雄さんはですね、この小説は面白くなりそうな題材をつまらなく書いた吉行淳之介さんはですね、虚と実の間でうまく遊んだ。丸谷紗一さんはですね、何が何だかさっぱり分からなかった。大江健三郎さんは、大江健三郎さんが一押しなんですよこれ。徹底した演劇性に貫かれていて、感覚的知的に高い推移の幻想を繰り広げていたということだそうです。はい、安岡翔太郎さんはですね、結論としては週刊誌の記事に過ぎない。海光武さんに至っては、取材メモに一本毛ぐらいの毛が生えた程度だったと
だから結構酷評してる人はむちゃくちゃ酷評してますよね。僕もちょっとそれに近かったかな、まあ、期待が高かったのもあったんですよ。どんな面白い話なんだろうというところで、まあ、面白くはあるんですけども、ちょっとわからなかったので、皆さんはね、どういう感想を抱くかということなんですけれどもね、門外観3作の今日は第1作目、唐十郎さんの佐川くんからの手紙をご紹介させていただきました。どうもありがとうございました。